ヒットマンヒットマンヒットマンは2016年3月11日にヒットマンシリーズの第6作目としてスクウェアイニックスより発売されたステルス成重視のサードパーソンシューティングゲーム。日本国外では Windows、PlayStation4、Xbox One のプラットフォームで2016年3月11日に発売された。日本語版はヒットマンザ。 コンプリートファーストシーズンとして2017年8月10日に発売された。本作の続編としてヒットマン2、ヒットマン3が発売された。2015年の E3 でオリジナルシリーズを前作ヒットマン、アブソリューションで終了し、オリジナルをリブートしたワールド・オブ・アサシネーションという新シリーズで展開することを発表。今作はその第一作目となる。 開発は当初モントリオールにあるスクウェア・エニックスヨーロッパで行う予定であったが、前作の販売不振の影響で IO インタラクトライブが行った。日本国外では全6章のエピソードを順次配信する形が取られた。一方、日本ではこれらのエピソードとボーナスステージを合わせたヒットマンザ・コンプリートファーストシーズンとして発売された。その後、 追加エピソードを加えた連価版として、ゲームオブザイヤーエジトンを2017年12月20日に発売された。その後、スクウェア・エニックスが子会社としていた IO インタラクトライブから事業撤退することを発表。2018年4月にワーナーブラザーズが権利を取得したことにより、販売元がワーナーブラザーズに移った。本作は、 20年前に47が ICA に採用されたエピソードから始まる。そして現在に移り、47は ICA の依頼を受けて暗殺を実行していく。それぞれの任務は独立しているように見えるが、幕合では後に影のクライアントと呼ばれる謎の男が暗躍しているのがプレイヤーに提示されながら物語は進んでいく。1999年。 ICA は47と名乗る男を新たに迎え入れる。様々な試験で彼は暗殺者として驚くほどの適性を示すが、ICA の情報力をもってしても経歴や出自が全くわからず、この試験の最高責任者であるエリック・ソーダースは彼の採用に難色を示す。そこでソーダースは47が通常テストをすべて合格したにもかかわらず、 不合格となるように難易度を調整した最終試験を課す。試験の担当官で47が合格すれば彼の担当役となるダイアナ・バーン・ウッドは密かに47が合格するのを助け、ソーダースはしぶしぶ47の採用を承認する。その後、47が過去のシリーズで言ってきた暗殺がモンタージュで説明される。2019年、 影のクライアントは国際的なスパイ機関、イアゴの頭の一人であるビクター・ノビコフから受けた暗殺の成功報酬としてプロビデンスの情報を得る。そして影のクライアントはこの取引を隠すため、魅力にイアゴのオークションで彼らの NOC リストが扱われることを匿名で垂れ込み、イアゴの幹部らが殺されるように仕向ける。第1話、ショーストッパーは ミロックからの依頼を受けた ICA により、47は、ノビコフの表向きの職業として開催される、パリのファッションショー及び、その背後にあるイヤゴのオークション現場へ乗り込み、イヤゴの最高幹部、ノビコフとダリア・マーゴリスの暗殺を行う。次に、影のクライアントは、プロビデンスの活動を妨害するため、二つの仕掛けを行う。一つ目は、密かに、 プロビデンスが介入していたエーテル社のウイルス兵器開発の極秘プロジェクトが妨害されるよう、手を回す。第2話、明日の世界では、極秘プロジェクトの内容を知って、これを危惧したエーテル社の株主から依頼を受けた ICA により、47は、計画の主責任者、シルビオカルーソーとフランチェスカ・デ・サンティスを暗殺するため、イタリアへと赴く。 そして47が暗殺を終えた後、影のクライアントは、この区間の対応で動いていた、プロビデンスの構成員を殺し鍵を奪う。二つ目は、プロビデンスの構成員であるモロッコのレーザ税団、将軍と銀行家、クラウス・ストランドバーグの暗殺であり、今まさに税団将軍は、プロビデンスの意を受けて、軍事クーデターを行おうとしていた。第三は、黄金の鳥籠では、 クーデターによって多額の損失をこむる地元建設会社の依頼を受けた ICA により47は税団とストランドバーグを暗殺するためクーデター間近のモロッコへ潜入する。プロビデンスの幹部コンスタントは自分たちの組織が何者かに攻撃されていることに気づく。エーテル社の件で鍵が奪われていたことからコンスタントは同僚ファニンと共に ニューヨークにあるプロビデンスの資産がある金庫に向かう。二つの鍵がなければ開かないはずの金庫はすでに破られており、もう一つの鍵は半年前に飛行機事故で亡くなったとされる銀行家、友人コブの鍵だと推測する。第四話、27クラブにおいて ICA は有名なインディーロッカーであるジョーダン・クロスの暗殺依頼を受ける。一年前、彼は恋人、 ハンナを殺した疑いがあったが、彼の父で世界的なメディア王トーマス・クロスの力と弁護士兼モーガンによって無罪となっていた。バンコクのホテルで47はハンナの両親の依頼によるジョーダンとモーガンの暗殺を実行する。ところが、その1週間後、息子の葬式に出席したトーマス・クロスが何者かに誘拐され、 彼のオフショア銀行から数十億ドルが引き出された上に殺害される事件が発生する。そこで ICA は影のクライアントの存在を察知し、47の以前の任務も彼が関わっていたことが判明する。しかし、プロビデンスを知らない ICA は散発的に行われているように見える影のクライアントの目的がわからず、ダイアナは47に注意を怠らないように警告する。 トーマス・クロス誘拐の実行犯が、ショーン・ローズ率いる、傭兵部隊と判明し、彼が影のクライアントと見た ICA は、ローズを含む、傭兵部隊の中心人物4人の暗殺を47に命じる。第5話、フリーダム・ファイターズにおいて、コロラドの彼らの基地へとやってきた47は、4人を殺害し、情報を得るため本拠地の地下にある作戦室へと潜入する。 そこで47及びダヤナは、影のクライアントは別にいること、また彼の狙いが、プロビデンスであると知る。プロビデンスは、世界中の富豪らが集まり、世界を意のままに操っていると言われる、伝説上の組織で存在しないと思われていたが、ICA は、認識を改める。状況から、影のクライアントは、傭兵部隊をまとめ上げ、プロビデンスに戦いを挑もうとしていると推測できた。 さらに、作戦室では、必要に47の過去の任務が追跡されていた、ことや、今は、ICA ノ導部にいるソーダースが、プロビデンスの協力者だったことが判明する。現場から撤退する47を、影のクライアントは、スナイパーライフルで見つめるが、謎めいたセリフを発するのみで撃たずに終わる。中立を大前提とする ICA は、プロビデンスに密かに操られていたことを問題視し、 ソーダースの排除を決める。ソーダースは心臓を患っており移植手術が必要だったが内臓逆位で適合する心臓が見つからず、そこをプロビデンスに付け入れられ ICA を裏切っていた。第6話、逆位において ICA は、まさにソーダースが手術を受ける日本、北海道の最先端医療施設、ガマ市立病院に47を潜入させ、ソーダースの粛清と、 彼から ICA の情報を受け取るため病院を訪れていたプロビデンスの構成員、雪山崎の殺害を命じる。エピローグ。列車で移動中のダイアナのもとにコンスタントが接触してくる。コンスタントは影のクライアントを殺すため ICA を正式に雇うと依頼する。しかしダイアナはソーダースの件を挙げ、これを拒絶する。コンスタントは 47の過去を知りたくないかと持ちかけて、彼女に再高を促し、物語は終わる。伝説の暗殺者47となって、各ステージの目標を達成し、脱出するのが目的となる。その他プレイステーションに4版限定のミッションの登場人物。サラエボ包囲戦の際、残虐な戦争犯罪を行ったにもかかわらず司法の手を逃れた元シグマ兵の6人。 ありがとうございます。